待たせいたしました。ただいまより特急列車の運転を行います。運転時間は約15分です。この模型上では物々の車両の約80分の1サイズの HO ゲージと呼ばれる模型を使って運転いたします。走行する模型列車の音も合わせてお楽しみください。まずはじめに列車の止まっているところをご案内してまいります。各駅についております明かりの色にご注目ください。ジオラマ中央、オレンジ色に光っております駅は在来線駅です。その奥、新幹線ターミナル駅は水色に光っております。ジオラマの右手前、緑色に光っております駅は私鉄線中央駅です。近くの海沿いで青く光っている駅は貨物線ターミナル駅。さらに奥で紫色に光っておりますのが新幹線中間駅です。さあ、これから皆さんには鉄道に関するさまざまなお仕事をご紹介します。どんなお仕事があるのか一緒に覗いてみましょう。まずは運転士と車掌のお仕事です。運転士は出発前に車両の点検を行った後に列車を安全に目的地まで運転するお仕事です。また車掌は車内での切符の確認やアナウンス、駅での発車前後の安全確認を行います。私たちが目にすることが多い人気のお仕事です。ジオラマの列車も出発準備が整ったようです。それでは出発進行。在来線駅を左に向かって濃いブルーとピンク色が鮮やかな智頭急行の特急電車スーパーホットが出発しました。また右に向かって出発したのは JR 京都線の快速や奈良線の宮古寺快速などで活躍している221系電車と223系電車です。私鉄線や貨物線の駅からも列車が出発しました。ジオラマ手前の新幹線ターミナル駅から N700 系新幹線電車が、そしてジオラマ右で奥にある新幹線中間駅からは500系新幹線電車が出発します。500系は営業運転で初めて時速 300km を実現しました。近年は人気アニメや有名キャラクターとのコラボレーションで注目を集めています。在来線駅を右に向かって白色にグレーの帯の電車が出発しました。この電車は大阪と金沢を結ぶ特急電車でサンダーバードとして走っています。さて、次にご紹介するのは駅でのお仕事です。さまざまな人が利用する駅では切符の発売、ホームでの安全確認、案内放送などのお仕事があります。そこで働く駅員は多くの人が安全で快適に駅を利用するための大切な役割を担っています。ジオラマ左奥、山の上にある三角線駅から金色のディーゼルカーが
出発しました。この列車は大阪と鳥取を結ぶ特急浜風です。この列車はこれよりスイッチバック駅を経由して山を下っていきます。新幹線中間駅から海の方に向かって黄色の新幹線が出発しました。この車両は国体イーローの愛称で親しまれている新幹線電気軌道総合試験車です。線路や架線、信号設備などの検測を行う新幹線のお医者さんとして活躍しています。続いてジオラマ右手の私鉄線中央駅より、阪急電鉄の発線系電車と近鉄特急しまかぜが出発します。近鉄特急しまかぜは座席が全てデラックスタイプの豪華な列車で、大阪、京都、名古屋と伊勢志摩を結んでいます。新幹線中間駅も緑色の新幹線が出発しました。皆さん、この新幹線が何か知っていますか？そうです、東北北海道新幹線のはやぶさなどとして活躍しているイーボケ新幹線電車ですね。イーボケはグランプラスと呼ばれるグリーン席よりも豪華な席を日本で初めて備えた車両です。さて、鉄道の安全を守るための点検作業はたくさんの人の手でいつもどこかで行われています。架線や信号など電気設備の点検やトンネルなど構造物の点検、車両の点検、改札機や券売機などの点検もあります。また列車の運行を管理する指令の仕事には、事故や災害時に列車を正常な運行に起こす役割があります。このように私たちが見ていないところでもたくさんの人が鉄道を支えています。ジオラマ中央にある在来線駅より寝台特急トワイライトエクスプレスが出発いたしました。窓の大きなサロンカーや本格的なフレンチが提供されていた食堂車、その後ろには2両の豪華な電信台車を連結しています。新幹線ターミナル駅を出発した車両は W7系新幹線電車です。この車両は2015年に登場し、東京金沢間を直通でつなぐ輝きなどとして走っています。ジオラマ右手、海沿いにあります貨物船ターミナル駅から2両の電気機関車がそれぞれ貨物を引いて出発します。先頭は EF81 型電気機関車とエコパワーレッドサンダーの愛称で親しまれている EF510 型電気機関車です。新幹線ターミナル駅から少し懐かしいゼロ系新幹線電車が出発しました。ゼロ系は1964年の東海道新幹線開業と同時にデビューしました。
の作業から始まったといいます。指定線中央駅から左に向かって特急リードが出発しました。鉄道の旅も終わりに近づいてきました。在来線駅から本日最終の列車285系電車と581系電車が出発していきます。285系は三枚線エクスプレスとして東京と出雲、高松間の寝台列車で活躍しています。581系は昼は続き、夜は寝台なる特急車両で鉄鋼や井戸などとして活躍しました。当館の1階では実物をご覧いただけます。夜、私たちが眠っている間にも毎日どこかで線路の整備が行われています。古いレールやバラストを新しいものに交換する作業では補正用の特別な車両を使用しますが、大事な作業や最後の仕上げは人の手で行われます。保線のお仕事には列車の足元の安全を守る大切な役割があります。今日は皆さんに鉄道に関する様々なお仕事をご紹介しました。運転士、車掌、駅員など私たちが普段目にするお仕事以外にも電気や施設、保線、指令などたくさんのお仕事があり、たくさんの人が鉄道の安全を支えています。皆さんはどのお仕事に興味がありますか？当館では今日ご紹介したお仕事を体験していただける鉄道お仕事体験を週末を中心に実施しています。また館内には鉄道のお仕事や道具について紹介しているコーナーもありますので、ぜひ探してみてください。夜明けとともに寝台列車が駅へと戻ってまいりました。これをもちまして今回の鉄道乗車は終了いたします。ご見学ありがとうございました。この後も館内をゆっくりとお楽しみください。